ここ多分まだ、この右下のやつが多分ね、レアなんだよ、これ。こいつじゃない。これもまあ違うけど、これも捕まえてないわ。サラルス。でもさ、スタートレーナーってさ、レベル50くらいでしょ？俺、結構もう、近づいてきてるよ。あ、来た来た来た！これ、これこれこれ！これだ。開幕状態以上って。ふぅ、まあ、レベル42なんでね。おーっしゃ、これも多分純伝説だぞ。つえ。ステータスがつえ。高速スチーム。技範囲もありますね。プロミネンス。はい。というわけでね、これをやりたかったでござるよ。で、魔女の宅急便って、あれ、どうすればいいんですかね。いつでもどこでも飛べるってわけではなく、あれ、あの、猫を見つけないといけない。あ、これか。これか。これか。あれ、これもしかして入れない系ですか？入れないのか、この、お茶屋さんみたいなとこ。じゃあ右に行きますか？左に行きますか？早いっすね。あ、間違えた。間違えた。しかもまた回復してねえし。なんで売ってんねん。ハーバー、なんかバルラントにいそうだな。チャンピオンとレオくん。これは寂しがっておりますよ。そうそう。そういえばね、俺の名前フッタっていうらしい。決勝トーナメント。ビッグシーダーだね。そうだよ。ブーム。なるほど、ニャンギャッツ。センシティブなところ。バトルだ、バトルしよう。なんじゃと？わしだってレベル42ですよ。本当ですか？よし、今回振ったと、ええとも、負けたら支払いしてもらうぜ。本気と、収録じゃ。ええとも。じゃあ、完璧しまーしゅ。支払いが、発生する。何？はい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 。そう、やけに古い機械があって、その近くに珍しいやり物、やっぱ珍しいやり物なんだよね。この街にも一つある。へぇー。あ、元気の子。うん。うん。してます。ブーム。グフィフィ。なんかないかな。てかさ、レオくんって男ですよね。男だから1000円もらえるだけですよね。なんて言うとでも思ったか。これ絶対女だろ。
あ、プーケット使ってる。今回チートタックル封印するわ。いや、封印してもこれ勝てる。レベル50いるけど、こっち、あ、イカニーがいるわ。イカニーいるから負けるかも。おい、先制するな。おい、あれ、弱点風だったわ。弱点つけねえよ。痛い。クソ、先制技がないのじゃ、チキープくん。なかったっけ？思い出そうかな、技。うわー、なんかライバルポケモン来たおい、なんで弱点水なんだよ。さっきの水のドラゴン、交代しちゃったよ。水タイプ以下にしかいないんですが。やめて。あ、やばい、終わった。ちょっと待って。ちょっとクッションにする、一回。一回クッションにする。何の意味もない。何の意味もないよ、それ。いや、サイズをね、交代するときにクッション。でも、HP86 だからこれ終わったわ。これ、一発耐えるかな？耐えないよな。でも、さっき今強力な技使ってたよ。これ先制するよな。これ先制するよな、これな。これ先制するよね。これ先制するよね。これ先制するよな。あ。僕の負けだ。僕の負けだ。こちら、1000円となっております。チートタックルを封印したら俺はこんなにも無力なのか。うん、毎回下がってます。お前さえいなければ。お前がな、乱舞用だったらな、合ってるんだよ、わかるか。で、あれ風弱点だろ、あの変な木みたいなやつ。ここはスパークフレームで貫き、スマッシュで、この木が結構硬いから、一旦、ね、でも火力そんなねえから、ウィスカ君に頑張ってもらい、これ強すぎだろ。ウィスカ君が、まあ、いたずらな風を使い、はい、お湯。ガオライオンはちょっと交代すると火力痛いんで、一旦ここは、ストーンハザードで呪い状態を狙っていく。で、ウィスカもレベル39でステータスの高いから一発耐える。植え付けていく。はい、状態上麻痺させて、はい。これもう一回麻痺させる。そして炎上して、状態、うわわわわわ、強。状態以上複数なるんだ。そんで乱舞用エース君に顔を出してもらって、これで、はぁ、何命中70ってマジで。よし、体で支払ってもらおうかな。いや、今回チートタックル使ってないんで、おじゃるが。いや、さすがに。さすがに。あ、うん。すっごく
嬉しそう。あえやっぱ光よりレオくんなんだよな。支払いだからさ、制限時間があるんだよね。うん。やめとこ。またやろうね。うん、わざと負けるなよ。バトル。うん。次負けないでよ。うん。うん。早く着替えてね。やべえよ。事故だよ、事故。これ、町の草むらは何かが出ます。なんで5分の1でお前なんだよ。なんかキノコ来たわ。エリンギ来た。わかった。じゃあ、なんかそれっぽい人物の時はチートタックル封印しよう。うん。それぐらいにしようか。雑魚的は、雑魚って、でも雑魚的って言ってもな、雑魚的だってチートタックル使わなくても倒せるしな。チートタックルやめようかな、マジで。ちょっとチートタックル、これから封印します。チートタックル封印します、マジで。もうこれ、もう腹からこれ、もう捨てておけます、このチートタックル。技忘れます、これ。え、なにこれ強っ。強くない、これ。命中不安だけど。これも強いな。でもクール2か。さよなら、チートタックル君。俺は絶対、バカ野郎、俺は使わねえぞ、お前。サイズ場に切り替えて、てかね、あのね、カニお前な、もうこれで勝手にレベルアップしとけ。いいね、うわ、火力高え。チケプより火力高えわ。っていうところで、お前さよなら。これ多分ね、トイトね、すげえ進化する気がするんだよ。どこにいんの？いねえんだけど。あれ？なんかさっきのさ、女のさ、マリサが使ってたさ、こっちか！ニャーバス、ニャイトメア、ニャーバス、ワノサとか、ワノサとって南だから、まだこれから行くとこだね。なるほど。あ、なんかエッチな子がいる。はい。あれ？え？なんか NPC バトルある。強っ！デート、勝ったら？ 5000 円払って。なるほど。黄色だよ、黄色。強えな。なるほど、食事もできると。負けても。なんで？
下げられてる。絶対強いでしょ。こいつ負けたことないんだな、きっと。スタートレーナーかよ。スタートレーナーかよ。スタートレーナーだったのか。やっぱなんか、スタートレーナーはなんか、レベル違えな。あー、すいません。てか、胸やば。いやー、ちょっとチートタックルがあっても、58、58、70はちょっと無理っすね。ちょっとミニスカートで我慢しておくか。ミニスカートで我慢しておくか。ラビラク地味に HP 高いんだよな。耐久だけのゴミ。耐久だけのゴミ出してくんな。え、ちょっとトリプルヒットって必ず3回じゃなくて、命中85を3回繰り返すって感じなのか。サイズは来た。あいつの妹だったのか。俺のめたいなあ。ここか、伝説のポケモン。あ、そうだ、サイズバー。これやばいよ、これ伝説ポケモンだよこれ。何この超高速アタッカー。高速すぎて先制技いらないくらい高速じゃんこれ。何この高速アタッカー、これ強そうだな。どんどんレベルアップさせていこう。サラルス、これ進化してないでしょ。さて、読んでみよう。クリスタル、溶岩、計画の反対でも激化、を利用し、これさ、エネルギー。これエネルギーの前にさ、一つさ、文字があるんだけど、これなんだろうな。エネルギー界に対、団体が激しい抗議を行う。やっぱクリス、人間から出る魂の、なんかクリスタルのなんとかか計画のデモがあった。なんで、少女に、を乱用するなんていうデモが激化したのかな。なんだろうね。あれ、こいつ持ってなかったっけ？あれ、どうだったっけ？わからん。チートタックルは封印しております。先生ができません。うち、ケープくん、チートタックル以外に、先生技ないのこれ。先生技持ってねえかよ。先生技ないと結構辛いっすね。またカラスか。もう一匹使う？いや、これ伝説捕まえます、これ。あ、なんか氷来た。ちょっと待って。これ伝説捕まえられなくね？チートタックル使えないんだけど。やばい。ちょっと色々と弊害が生まれてきた。チートタックル封印による。あ、なんかここで技が。命中不安が。いやー、これボルトブラスターにするわ、これ。雷みたいなもんですよ。
雷は10割当たるから、こいつだ。あいた、あーやばいやばいやばい、ちょっと、あすいません、あいやこれミスマッシュでいくわ。あちょっと、すみません、待って、ちょっと待って、これ待って、これチキンポ落ちたら、これ捕まえられないじゃん。待って、イータ回復、イータ回復しよう。イータ回復、ここ、さらずにここ大する。これ一回耐えて。なんで強化使うの？うわ、終わったー、これ。チキンポ積み技ないんだよな。おー、一回耐えた。どうしようかな。でもこっちも積み技があるよ。アタッコーラが。先制技ないか。トリトなんかないこれ。なんかねえの。あ、終わった。防御あげるわ。スマッシュは確定必殺、確定ヒットなんで、相手に先制技ない限り、なんでこんな苦戦してんだよ。チートタックル封印したらこれだよ、全く。疲れたなー。回復。ここジムか。ラッキーベスケ。